永田義雄は、日本の政治家、官僚、参議院議員、自由民主党オブチ派に所属した、富山県新港市生まれ、富山県立社水中学校、富山高等学校を経て、東京大学法学部入学。在学中に、司法試験合格。1954年、大学卒業後、建設省入省熊本県に3年、 日本道路公団に4年、茨城県に5年勤務。1982年、建設省計画局長に就任。その後、国土庁に移り、土地局長、官房長を務める。1985年、国土事務次官に就任。1986年、国土庁を退官。同年7月6日の第14回参議院議員通常選挙、富山県選挙区に、 同年6月28日に死去した、おっきいの後継候補として立候補し、初当選。1992年の第16回参議院議員通常選挙再選。1998年7月12日、第18回参議院議員通常選挙で当選し、参議院自民党国会対策委員長に就任したが、約1ヶ月後の8月22日。 銀在職のまま、脳梗塞のため、昭和大学藤ヶ丘病院で死去。67歳没。同日、新港市名予市民に決定。同年9月1日、時点で、民主党の谷林正明が繰り上げ当選した。同年9月6日、綿貫民助自民党と山県連会長が、葬儀委員長を務め、告別式が行われた。ありがとうございます。